来月で終戦から79年です。戦時中の食糧難で人々が生きることに必死だった時代、その頃の食卓を再現し、子どもたちに食の大切さを伝えている料理研究家の女性がいます。彼女が伝えたいこととは。端っこも捨てるとこどこもないよね。ここも。家庭で手に入るものだったんですか。そうね、みんな自家製の庭で作るっていうものね。土のところはみんなね、野菜。そう、遊ぶじゃなくてもう食べるもの。先週土曜、長崎市のコミュニティセンターで野菜の普及活動に取り組む野菜ソムリエコミュニティ長崎のメンバーがある料理教室の準備をしていました。一人どれぐらい食べられてたんですか。もう大さじ1杯ですよ。大さじ1のご飯、もう一粒落ちてたら大変なことでねえ、こんなに食べ物が豊足になるなんてね、こんなやって講師は長崎市の料理研究家脇山純子さん。数年前から年に 1、2回、戦時中の子どもの頃に食べていた料理を現代の子どもたちに教える講座を開いています。いや、3つしかない。4つ。食べ物のありがたさ、今何でもほら食べれるのに、あれなんか食べるものがないとか、もう贅沢散漫言うじゃないですか。脇山さんは79年前、爆心地から 3.3 キロの長崎市鳴滝の自宅で被爆しました。父は半年前に病気で亡くなり、母は仕事に出ていて、兄弟5人で留守番中でした。兄たちと一緒に警戒警報だけど、なんか飛行機の爆音の音がするねって言って2階から見てて、なんか白い雲じゃないよね、落下傘みたいねって言った瞬間、もうピカですよね。その後記憶なくって、気がついたらもう2階から1階まで飛ばされたのか、みんなで降りたのか、記憶が5人とも誰もないんですよ。幸い脇山さん自身に大きな怪我や後遺症はなかったものの、同級生の中には二度と会えなかった人も大勢いたといいます。被爆者だっていうのは、うん、結構皆さんにお話し、いや県外の方にはね、同級生がもう東京行ってみんな破綻になって、長崎の人とだけは結婚してくれるなって。戦後、中学校時代の同級生と結婚した脇山さんは3人の子供に恵まれました。長男は仮死状態で生まれ、一命は取り留めましたが、次女も黄疸が長引くなど心配がつきまといました。被爆者っていうのは私たち意識はあったけど、まだその被爆者手帳とかがあるわけでもないし、ただ被爆者だ被爆者だっていうのは、両親も両親っていうか親もね被爆者だから、まあ、長崎の人は当たり前と思ってたけど、いざ自分の子供を産むって産んだ後が、まあ、正常じゃないってなった時に、いやその原因は被爆者に被爆っていうところに、まあ、勘繰りよね。戦後は高校や短大で教壇に立ち、87歳になった今も料理教室で指導に当たる脇山さん。その根本には女で一つで5人の子供を育てた母の教えがあったと話します。石ころ以外は何でも食べれるよっていうのが母のセリフだったのね。食べられるっていうこのありがたさ、いただきますごちそうさまでしたっていうその感謝の気持ち、それをねどんな風に。料理教室には2歳から10歳の子どもたちを含むおよそ20人が参加しました。
今と昔とどんだけ違うんだろうっていうのとか、やっぱり今食がねどんだけ豊かになってるかっていうのをなんか一緒にね孫と一緒にね感じられたらなと思って参加しています。なんか食べ物をやっぱ粗末にしない子に育ってほしいですね。今なんでも不自由なく生活できてるのは当たり前と思ってほしくないですね。芋ここ洗うで、これもこのままもうここ命持ってるのよ。ここからほらほらひげこれも一緒に出し、嫌なら出していったらもうあとそんなようになったたったねって言うので、これだけほらまたで、これきれいに洗ってで、これはもうね煮溶けます。煮ていくと溶けるのでもうこのまま鍋食べるの。これもカロテンが一番多いとこ。でもどこを向かなくていいから、ゴミが捨てるのは卵の殻だけ。脇山さんの料理教室では野菜の皮や芯、根っこもきれいに洗って丸ごと使います。煮干しも丸ごと使って出汁を取り、味付けは塩と醤油。戦時中はそこに小麦粉で作った団子やわずかな玄米を入れた雑炊を家族で分け合って食べていました。はい、そうそうそう、これ何だっけ。あとちょっとここまで。あそこまで食べれると思わなかったから捨ててましたよね。でもあんな小さく切ったらね捨てるとこなくていいですね。およそ1時間半、煮干し以外は全て野菜の戦時中のメニューが出来上がりました。お味はどうですか？おいしい。なんか味見の時にお汁だけ飲んだけど、それより小松菜とか野菜の汁が染み出ててもっとおいしい。みんなよく食べてるよ。ハンバーグとかソーセージじゃなくてもね。食べ物を大事にしないとなと思って、なんかそういうのを教えていけたらいいなと思います。先生の話聞いて、なんか子どもたちになんか これから先子ども孫に、ね、こういう思いをさせたくないなっていう気持ちがなんかものすごく湧いてきて、はい、やっぱり長崎ってどうしても原爆の町っていうイメージもありますし、これを長崎から発信していかないといけないと思いますね。で、平和につなげていきたいので、子どもたちにつなげるためにこういうものを昔食べてたのよっていうことで勉強することで、改めて食のありがたさを大切さが分かるんじゃないかなと思います。水道管が通ってる、まあ、山の中。最後に脇山さんは子どもたちに思いを託しました。今は本当にあの戦争もなくって79年来て、でもこういうあの先生なんか特に同級生が亡くなってるから、その人たちの分までね長生きしてあげないと本当申し訳ないなっていうような感じがします。でもこれからねみんなで平和で仲良く暮らしていけたら本当にいいと思います。
ね、あのどうぞ好き嫌いもなくしてよく噛んで、そのこれからは食べることを大事にして、本当にあの人間としてね、生きてこれてよかったなっていう、そういった思いで持って頑張ってください。頑張ってね。あなたたちが日本を背負ってくれないと。頑張ってよ。どうもどうも。